柿崎波京、柿崎博士年は、江戸時代後期の画家、正木藩画郎。正木藩十二代藩主、松前志弘の逸豆に生まれる。十三代藩主の道広は、いぼ兄に当たる。母は、正木藩の家臣の長倉長左衛門貞義の娘、漢氏。後に、家老職を継いだ長男の奈谷阿も、画家として知られる。幕末期の家老であった、下国高四卿も、人期、 波美京の養子であったことがある。同じく幕末期の過労で反省を取り仕切った松前隆志公とその補佐をした柿崎和子は神孫にあたる。波美京が生まれた翌年に父が亡くなり兄の道広が藩主を継いだ。翌年に波美京は過六五百国で藩主一門寄り合いの柿崎家の柿崎広支部の養子となった。幼い頃からがお好み。 八歳の頃馬場で馬術の練習を見て馬のかける様を描いて人々を驚かせたと伝わる。おじで正木半家老の広永は並京の才能を惜しんで安永二年に江戸に上がらせ南品派の画家の竹部両体に学ばせた。翌三年にしのげ体がなくなると死の遺言に従いそう史跡に指示した。江戸は田沼をぐの知性下で割と開放的であり。 波京もまた、江戸の気風によく泳いだとされる。天明20年20歳の時、正木に戻った。この年の冬から大原先後が約1年ほど正木に滞在しており、以後信仰を結んだ。波京と合したのはこの頃からである。完成元年のくなしりめなしの戦いで、正木藩に協力したアイヌの宗長を描いた、エビス終列像を翌年冬に完成させ、 これらが後に代表作とされる。完成3年3月に銅図を携え上落した。エビス修列像は、京都で話題となり、高山彦告郎や大原砂金吾の圧戦により、銅図は、広角天皇の天覧に供され、江市派教の名は、落中で知られるようになった。京では、正さ藩の外交にないつつ、丸山王居に支持しその画風を学び、囲碁画風が一変する。また、 監視の同行の白ラとも交流し、高山被告郎とはオランダ語の本を借り受けたり、江戸から持ち込んだオットセイの肉を振る舞ったことが記録されている。完成7年、おいで、藩主正木正弘の文部の詩として、大原先因吾を招兵した。翌完成8年に、イギリス戦、プロビデンス号がアプタ沖、原北海道をアブタ群東屋湖町に出没し、上陸した。 この際の藩の対応に不満を持った大原は藩を離れ、幕府に対し松前藩が、外、文化四年、幕府が北海道を直轄地にしたため、松前家は、道の区国立組柳川藩に転放され、並郷も柳川に移った。松前氏は、この後、給料復帰の運動を繰り広げるが、この工作の資金稼ぎと直接の贈答用に、並郷の描いた絵が、 大いに利用された。また工作のルートとして、並京の名声や、並京の絵画や監視などの同趣味の人脈が大いに役に立ったと伝わる。文政4年、松前家が正木に復帰すると、並京も翌年正木に戻ったが、江戸に出て諸法に、復良の挨拶回りを行った。江戸にて病を得て、文政9年に、正木にて63歳で没した。画の門弟に、 圭市の並アヒルのほか、高橋範、高橋奈美子王、熊坂敵さん、熊坂蘭斎などがいる。画人では、丸山王郷をはじめ、元区、市条派の松村五春、皆川県等と、文人では、関詩人、関茶山や六女自習、立花の南京、友野もぎ系等と生涯を通じ交流があった。また、木村県足道を通じ、大名家では、 増山忠賢県や松浦聖山等と交流した。京都をたびたび訪れ、温和な性格で、社交的な並京は歓待された。また柳川に天保となった頃はたびたび、江戸を訪れ、堺法一や、廃人松間道次などとも交流している。森尾外も、伊沢蘭県で並京を紹介している。地元ではたびたび展覧会が催されたが、全国的に知られたのは、 中村慎一郎、柿崎波響の生涯からである。自筆資料は、函館市立図書館に所蔵されている。釈迦迦図学術書論文展覧会図録、画集。ありがとうございます。